おはようございます。釣り子 TV です。本日の動画はですね、これ、買ったばっかりのですね、新しく出たジョインテッドクロー70、ガンクラフトのですね、ジョイクロシリーズの最小マイクロサイズっていうことで、早速ですね、これを投げて魚を釣ってきたので、まずはそちらをご覧ください。ジョイクロ70。ジョイクロ70投入です。釣れんのか、釣れんだろこれ。初投げです。おお、かわいい。これ針伸ばされちゃいいだよね多分。いや、なんでも用じゃない、渓流でもいけちゃうんじゃない。この小ささだよ。これをね、投げてみたかった。絶対釣れちゃうでしょ、これ。そこの、ノリサンサイド魚。近距離線を狙っています。あ、いなくなっちゃった。あ、食った。よし。あ、いいサイズ、いいサイズ。こういうサイズを釣りたい。こういうサイズを釣りたかった。よっしゃ。なんか入った、はい、お、いっぱいマイクロイワシを吐き出す。うん、あ、口の中にいっぱいイワシ入ってる。あ、すごいすごいすごい。ほら、タイカいっぱい食ってる。わ、本当だ。わ、本当だ。はい、ジョイクロ70釣れましたよ。ジョイクロのこので、これね、口の中にすごいイワシ、マイクロベイトいるの見えますか。これわかるかな。スーパーマイクロベイトを変色しているから、このジョイクロ70のね、このちっちゃいサイズで食っちゃうっていうことで、はい、じゃあ針外して逃がしたいと思います。この餌食ってる時はやっぱこういうちっちゃいサイズのね。はい、マイクロベイトにはジョイクロ70効くんじゃねえかっていうね。で、こんな感じでね、テール取れちゃうんじゃないかなと思って、テール取れないように紐で P ラインで結んでやってみております。タックルはデプスのサイドワインダーのエントリーモデルで、P ラインでやっております。じゃあ引き続き頑張ります。よっしゃー、ジョイクロ70フィッシュ。こういうのが釣りたかった、こういうのが釣りたかった。入れ食いだ、入れ食い。まさにマッチザベイトだ。はい、がっぷり食ってますよ。ジョイクロ70ハーモニカ食いね。綺麗なシーバス2匹目。はい、じゃあ逃がしてあげたいと思います。はい、というわけで帰ってきました。ちょっとね、想定したこんなところで釣りたかったっていうところにね、早速投げ込んできてみたんですけども、動画内でもですね、映っていたかと思うんですけどね、最近ね、ほんと魚を釣って吐き出すベイトのサイズがまさにこれ、こんぐらいのですね、小さなね、イワシとかをペペペペペってね、吐き出すんですよね。で、それに、まあちょっとビッグベイトとか、いろんなルアーでね、チャレンジしてるんですけども、どうにもね、食わせることができない。まあ、そういうのを食ってるのが小さいね、サイズ、生後サイズっていうのもあったんですけども、でもね、中にはその下に大きなサイズのね、スズキクラスなんかが、そういうマイクロベイトを食ってるってのもね、目で見て確認したりしていて、で、まあね、それもこれもね、ちょっといろいろとりあえずね、釣ってみたいなということで、そんなタイミングでこの、超ね、小型サイズの70ってのが出たので、早速投げてみたら、魚の反応はね、ほんと高反応で、で、もう吊るしの状態で使ったんですけども、ここね、後ろ、
このね、あの触ってみてテールが結構簡単に取れちゃいそうだなっていうのだけ非常に気になっていたので、細いね 0.2 とかね、そんぐらいの細いね P ラインね、これでお尻の方をくる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 巻いてですね、こんな感じで外れにくく、ここだけねちょっとねプチチューニングというかね、あ、12月にね6色展開でこのテール部品ね2個入りで登場するっていうアナウンスは出ているんですけども、まだねちょっとねちゃんと買えるかもわかんないので、まずこのねテールがね吹っ飛んだら途端になんかあーあーっていうね気分になっちゃいそうだなと思って、今回はこんなね感じのP ラインで巻いてみたよってね、こういうねチューニングを施しております。で、大きなサイズのですねジョイクロマグナムとかだと、ここのね自分だとあんまりルアー S 字欠かしたくないなっていうのもあって、この外れるところをかぶせるような感じでね重りを貼って、それでもってね脱落防止をして釣りをしていたりするんですけども、何にしろこの大きさの繊細な感じのねジョインテッドクロー70ですから、ここに重り張っちゃうと結構もうねほんとバランスが完全に崩れちゃうんじゃないかなと思って、で比較的軽いね重さの PE ラインの極細のねやつでこうやって、テールが保持するように、でまあちょっとしたねワンポイントにもなるんじゃないかなっていうのと、まあたまたまね PE ラインのねこのピンク色のものしかねなかったんで、こういう感じ色ついちゃってますけどね、ファイヤーラインのクリスタルとかね、ああいう透明の糸でキチッキチッってね巻けばね色の感じも透明に近い感じで、例えばこんな、調整なんかもできるんじゃないかななんていう風に思います。で、肝心の動きの方なんですけども、従来ついていたですねスナップを取ってシーバス用にね少しね重い番手のスナップね、大きな、2番サイズとかああいうのに、付け替えてやったらね、まあね小気味よくねクリ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 は動くんだけど、なんかちょっと本来の動きではないのかなっていう感じで、ほんとごくショートピッチの SG みたいな感じで動くようになって、でまあねちょっとボイルしてる魚を狙うってのもあってね、ちょん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 ってね竿先でツイッチを入れながらこうキラン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 刺したら、あ、かわいいねちょっとね釣ってみたかったサイズの、あ、やっぱこういうサイズがあれボイルしてたんだなってのね釣ってみたらね、あ、納得って感じで分かりましたけども、でもねあんな小さなサイズの生後たちでもさらに小さいねこれぐらいの、まあこれよりちょっと小さいサイズのね餌いっぱい吐き出したので、そういう時にこのジョイクロ70ってね、この新しく出てくれたサイズ感ってのが俄然活躍してくるんじゃないかなっていうことで、まあ今回はねその他のルアーもいろいろ投げたりしたので、釣れたのはねあの2匹だけっていう感じだったんですけども、シーバスの状況としてはね大体、例年年末ぐらいまでですね、明かりが高光と照らされて、そこにベイトが集まってみたいなポイントであれば、まあ、おかっぱりであっても、ボート釣りであっても、小さなね、こういったルアーとか、まあ、ローリングベイトとかね、まあ、いろいろ釣れるルアーありますけども、小さなね、イワシ変色してるときは小さなルアー、ね、マッチザベイトさえ守っていけば、結構ね、トップレンジで12月、もうね、1月もね居残り組はいたりするんでね、そういった意味で、まあ、プラグで魚釣りたいよなんていう方はねぜひねシーバスなんかもチャレンジしてみると、いろいろね面白い釣りができるんじゃないかな。で、生後サイズなんかで数を重ねているともうね最後にねボスキャラみたいな感じでね70とかがね出たりすることもありますからね、そういった意味ではねちょっとねいろんなサイズのルアーといろんな釣り方を駆使してですね引き続き狙っていきたいななんていう風に思います。で、まずもってねこのシンキング縦合いのものねこれでやってみたんですけども、あ、フローティングのね横合いのものでもっとね表層レンジさらにねトップウォーター使いみたいな感じでもねやってみたいななんて思うんでね、いつ買えることやらって感じですが、まあねなんとかね運よく一つねこれ手に入れることができたんで、これでねひたすらねちょっと数を重ねてですね新しく出た、ジョイクロを楽しんでいきたいななんていう風に思っております。で、今回はね小さなサイズで針も伸ばされなかったんで、スプリットリング針はまだ変えていないんですけども、多分ねまあ何匹か釣って
ってきたらね、さすがにこの細軸の針もね、伸びたりしてくるかななんていうふうに思いますんで、そうしたらまあね、ちょっとこんな針変えたやつでも釣れたよとかね、いろんなね、替え針ね、もうちょっとシーバスだといざ大きいのかかった時にね、少し太めの針とかに変えてみたいななんていうのはありますので、そこら辺も含めて新しく出たですね、ジョイクロ70ひたすら、またね、動画の方で追いかけていきたいと思いますので、ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。またね、こんな使い方もね聞きますよなんてね、いろいろありました、コメントなんかもね、ぜひ残していただけるとですね、ありがたいななんていうふうに思います。というわけで、本日の釣り子 TV はこのね、買ったばっかりのガンクラフトのですね、ジョインテッドクロー70、これでね、可愛いサイズの聖子ちゃんが、釣れたやつ、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。